じゃあ一度、堀内さんフォロー祭りを、すいません、あのそれじゃあプレイバックしますんで、またですかこれ、あ、チリングね、39人どんどん増えてる、またですか、またですどんどん増えてる、フォロー祭りリロードするためです。堀内さんフォロー増強キャンペーンです。ツイッターの方よければあのスーパーエンジニア堀内さんフォロワー増強キャンペーン中でございます。中学校3年生のお子さんがいますが、超人気者のフォロワー増強キャンペーン中、スーパーエンジニア向谷さんの娘さん帰れたんですかって、渋谷まで帰れたらしい。よかったですよね。帰れました。今日は来ないんですか。今日はだって会社はもう、この時間に来る人ってめったにみんな集んでもらえた。そういえばそうです、まだ3ツイートしかしてない。いつか見た同じ日の same time、 あの日に揺れる切ない記憶、今も胸の奥に鮮やかに What last scene? What last dream? La 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 la休みが待ちへ思いを隠す Twilight scene, Twilight scene ラララレイデス浜から偶然でもいいこの場所で We two Twilight Wonderful二人見た同じ夢 past time 移ろう季節儚い記憶、今は胸の奥に穏やかに戸惑う想いもそのままで Twilight scene, Twilight scene ラララレイデス浜から夕闇が街へ想いを隠す Twilight scene, Twilight scene ラララレイデス浜から偶然でもいいこの場所で
はい、手なのそうですね。ちょっとトークバック。倉田くん、はい、あ、こんな感じで、はい、で、あ、いいです。それでどうでもいい話なんですけど、倉田くんをフォローしたいっていう人が続出してるんですけど。あ、でも俺ちゃんとそのフォローに応えられるかな。まずそのそもそもな。まあ、桑田君のアカウントここのタイムライン上で教えると多分100人ぐらい来ると思うけど。いやー、まあ、まああまり期待しないでいてくださいと。じゃあ後で教えておくわ。それとあの全然関係なくて申し訳ないですけど、今あのむつみちゃんのフォロワーは150人超えたそうなんで。昨日からやり始めてるからまだわからないです。多分先にお願いします。昨日から始めてもかりなの。そうですよ。はい、じゃあ一回合わせてみましょうか。そうですね。あ、それでね、譜面の頭に多分書いてあると思うんですけど、おそらくビオラチェロしか関係ないかな。16部があの3連系統になるので、あのそれなりに普天までいかなくていいので、割とちょっと緩めに跳ねる感じで、タタタタタンスパルペーポーぐらい。それと一番最後なんですけど、今ねクレッシェンドしてフォルテッシモって書いてあるんだけど、あの入るところはフォルテッシモだけど、もうそのまんますぐディミネンドしちゃいましょう。あの流れでというか、後ろもそんなにギターぐらいまでは伸ばさない感じです。うん、そんなに伸ばさない。だから弓見て切ります。じゃあ一回お稽古してみますか。うん、あの一緒でいいです。二小節で愛に愛、はい。はい。あれ止まっちゃった。やばい。いつか見た同じ日の same time、 あの日に揺れる切ない記憶、今も
素晴らしいね。それはいいわ。やるな、倉田君。はいはいはい。素晴らしい。もうただ倉田君ごめん、これやっぱり6642だね、これ。いやいやいや、まあ、うん、大丈夫。あの、イントロのさ、下の32ボンプ、これ。おぉ。の2つは22で大丈夫出てるかな、これ。まあ、まあ、大丈夫かな。大丈夫。うん、なんか、あの、動いてる感じ。素晴らしい。すごいね、君のアレンジは。もう感動だよ。そんなね、仲間に身内で褒め合ってもしょうがないの。そうか、同級生で。じゃあ、撮りますか。はい、撮るんだけど、あ、ちょっと使います。あのね、臨時記号がちょっとこう、いろいろになるんで、うん、あの、すごくややこしいんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それ、何も説明になってないと思う。それと、あれだな、そのグリス書いてあるところは、まあ言っていれば、その上の方とかちょっと厳しいかな、高いところね。それは、俺いいわ。B 入るときは、こんなこう、こう書くから勉強なんなって、そうつけて。俺の人生のストリングスのダビングなんてもう、クソだな、俺。あれ真ん中の高いところは、普通に。うんやってみるかな。一度やってみる。一度やってみるかな。うん、あでね、今聞いてる感じだと、あの上の下線2本のミのナチュラルがちょっと低めな気がなぜか。あのイントロとかね、B の4小節目のミのナチュラル。はい。すいません、ちょっと そこら辺だけ。じゃあそれ行ってみましょう。ちょっと上の棒行った時、はい、上だよね、上、はい、高いところの話だね、今のね。あ、一番最後はね、あの普通にテンポでよかったと思うんだけど、テンポでいいよ。ごめん、あ、いいんだよね、うん、全く安い、あのインテンポでいい。インテンポでいい。リット知ってません。はいはい、インテンポ、はい、一泊休んだ時でいいんですか。2泊休んだような気するね、なんかね。最後、あの2部休符にしてください、あの最後。え、2部休符？うん、なんだかね。ちょっとエンドだけ聞いてもいい？エンドから出します。エンドの途中からでもいい。まあ、エンドの頭から出すわ。はい。じゃあ行きましょうか。行ってみましょうか。じゃあ撮りましょう。はい、回します。いつか見た同じ日だ。
same time あの日に揺れる切ない記憶今も渋寄付だよ、渋寄付、終わりから1、4つ目の、はい、3拍目って、あ、3拍目の裏の8分の音ね、それね、C のフラットなんですよね。キープしといてね。だから目大丈夫、目、いや目の問題じゃなくて書く時の問題だ。いや俺ゴのソとファをよく間違えたんだけど。ねどうしようかな。とりあえずもう一回やってみようかな。うん、だんだん温まってきてるみたいな。そうだよね。うん、あとあの B' の後半のビオラチェロの、うん、あの、うん、そっちだけになるとき頑張ってください。頑張ってください。はいはい、ちなみにあの倉田さん、はい、誰かが倉田さんを探したらしくて、うん、今60人ぐらいについたらしいです。皆さんありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。で、むつみちゃん今170の大台を突破してます。
ほとんどご期待にはお応えできないと思います。それじゃあ撮りましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。あの、ミノナチュラルは台本なの今って感じで、イントロちょっともうちょっとかなと思ったけど、うん、後の方は大きいです、今多分。うん、後ろの方使えるもんね、あれね。なんかね、この中ではずっとハマってるんだけど、やっぱりシンセとかね、キーボード系が言うと聞かないし。皆さんありがとうございます、昨日の。そういう感じもうめちゃ豪華になってますから、今。聞いてってください。うん、じゃあ行きましょうか。はい。はい、お願いします。Same time あの日に揺れる切ない記憶今も感じじゃないですか。エンドはやりたいんだな。ここのダラダラのところ。いや、うん、うん、あの、ち
ちょっと、うん、その前後その後ぐらいとかあるので、うん、これ結構休めるから入りやすいよね確かに。そうだね。あ、ねえやそんなこと。あ、でもね、うん、エンド入って4小節目の4拍目のバイオリンの駆け上がりから入れるんじゃないかな。その前弾いといて。はい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 、はい、じゃあそこで言いましょうか。そっから後ろ、うん、その前もやっといた方がいいのかな。ひょっとしてちょっと待ってね。そうすると、うんうん、どうですか。素敵。ちょっとやばいですよ。やばいなっちゃうかな。やっぱ生だな。もう大正解だと思っちゃうんだよね。生きててよかったね。生きててよかった。別に行きたいけど音楽は素晴らしい。そうだな。でもエンドやっぱり丸ごとやりたいということは、うん、B' の B' の4小節目あたりで入ってみようか。その前弾いてて、B' の4小節目ってことです。あ、B2' ごめん、B2'、うん、コル B だから1、2、3、4、あ、その4小節目頭ね、うんうん、ダダ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 私ならねえさの中の夕闇が待ちへ思い向く。あの本当に B2 ダッシュの頭からいきなり出てるから、うん、どっか途中から合流してください。一つ、うん、前から B2 ダッシュの一つ、はい、前です。はいはいはい。
どっかな、うん、入ったと思うよ、うん、はい、はい、じゃあプレイバックしますか、うん、プレイバックしましょう、はい、じゃあ頭からいきます。どうぞ。はい、まずね、愛とかエンドの3小節目がやっぱちょっと音程の感じが気になるので、そこももう一回ちょっと注意してやってみてもらいたいのと、それとですね、A' とかエンドの前のあのセカンドビオラチェロのトレモロありますよね、その松葉をもう少し
オーバーにしようかな、あと例えば S 入る前のディミネントしてクレッシェントしたりとか、それもあの今よりもう少し 大げさにしてみようかな、はい、それからあの B の、 あの途中からファーストがあのシンコペでずっと言ってる、あのそこはあの、まあ、一応全部弓は変えるんだけど、音2つずつこうセットみたいな気持ちで、だから、つかないように、うん、そうだね、あの分かれるとすればだから2つずつセットなんだね、はい、あダラテはーって、あのそのそれで段階的にこうだんだん盛り上がっていくみたいな感じになるといいなと、で B' の後半はあのそんな調子でよろしくお願いします。そんなことでちょっと通してもう一回、はい、お願いします。ラストでいってみましょう。はい、眠そう腹減った向井さんのこの叫び当たりお腹すいた。Same time あの日に揺らぐ切ない記憶今も胸の奥に鮮やか One last dream One last dream まだ未来暗闇な街へ La 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 la
scene, twilight scene. La la la, the summer color. Tomorrow.ビーダッシュの2小節前からもう一回やろう。その後また続いちゃうから。あの 1.5 拍つなげだよね。そうそうそう、そこのフレーズの頭から。いいですか。じゃあどこから出すだろう。はい、お願いします。4つ前、はい。入るところの4つ前からでしたね、今ね、うん、はい、ね、はい、同じとこに行きます。キリリリ、キリリリ、ワーイエーハインターネット上では今のチェロの音程が素晴らしいって書いてありました、はい、よろしかったんじゃないですか。よろしかったんじゃないですかね、じゃあプレイバックしましょうか。はい、プレイバックします。はい、はい、いやご協力ありがとうございました。素晴らしい。何が原因かと、ご飯食べてない。原因が。むつみちゃん最高。むつみちゃんフォロワー多分200超えたんじゃねえかな。素敵です。犯罪、犯罪寸前。最高ですよ、最高ですよ、もう。コーヒーも売り切れ。コーヒー売り切れ。コーヒー売り切れ。ネオゴールド3000があります。Why the light do I dance?
晴らしい。どうもありがとうございました。どうも倉田先生。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。いやちょっとじゃあこの倉田大先生にちょっとインタビューをが、ね、君はすごい倉田君はすごいですよね。背も高いけど背ね背ね倉田君と並ぶとちょっと髪の毛のことが非常に気になるんですけど髪の毛いやだからあの君の僕に言った言葉あったじゃない中途半端は良くないっていう中途半端良くないよ、ね、中途半端良くないでここまで行った方がいいとそうやるんだったらちょっとねでもそれにはもう一つ決断が、ねね、もしかしたら戻るんじゃないかっていうことはないですか戻らないよ多分戻らないですか、うん、諦めた方がいいじゃあこの中継を見てる関係者でなんか差し入れででもほらね最近いい薬もあるから、うん、分かんないけどねまあいや、うん、どうなんですかね、俺はもう戻る気がないから戻る気がないいやでもあの倉田さん俺あの2曲目のあの何ちょっと追っかけのあのタイミングのスリングさ見事だねあの味たてうんえこれやっぱりあれですか結構ねああいうの好きなんだよそうやっぱり、うん、やっぱあの今そのタイムラインで出てたんですけどやっぱり僕らってストリングスなんかシンセとかいるともう白玉ベタってやるじゃない、うん、それがデリカシーがないってことね、まあ、そういうのいやいやいやだからあのシンセのああいうストリングスのガーっていう感じっていうのは逆に言うと生だとちょっと雰囲気違うんだよね、うん、だあれはあれであのああいうのやりたい時はやっぱあの逆に言うとシンセでやった方が、うん、こうガーっていう感じになるわけで、うんうん、でも生だと逆にあれは逆効果なんだそうそう生は生なりのなんかその表情がついたりとか、うんうん、あのそういう楽しみがあるわけねでおかげでねおかげでさこれ打ち合わせした時に、うん、A の1回目からあのデモ入ってたじゃない、うん、あ入ってたでそれをなしにしたじゃん、うん、なししたね最高にいいねそれ あれを抜いたことによって、うん、で他のアレンジ全部もぎなっちゃったから、うん、もう何も足すことがなくて今ちょっと一つ問題があるのは、ね、タイムライン上でね、うん、ここまで来たら向かいは生ピだろうっていう今発言が出てるんですよでもまあ音色的にはね、うん、いいんじゃないの LP でそう LP でいいと思うんだけどね、うん、っていうか生ピのチューニングが441になってるとか知らないんで俺ああそれはどうだろう、ね、いや多分でも、まあね、LP のがいいと思うな LP でいいんじゃないかな、うん、曲調からするとね、うん、だよね、本当にすごいですそこまで言い始めるとね、うん、じゃあベースも生かよそれはないだろう、ね、それはないでしょいやあのナルチョのベースすごいじゃんだギターが生かよあれさ言っちゃうじゃあそういうんじゃないねドラムはまあ生ですドラムだったねということであのよかったらクロスダイエットがいっぱい置いてありますんで飲んでみてはいはいはい、ね、帰ったらあのみんなあのクローズ ね, ねそう、はい、クローズオーバーって言われてーー、ね、で帰ったらあのクラスターのあの自分のたくさん今日フォローがついたんで、うん、でもね俺そういうとこじゃないんだよ今ちょうど時期的にあそうあのサダのね新しいツアーがねもうすぐ始まるのよサダマサシさんのそうそうそうそれでそれの譜面書きをやろうかなという矢先に僕から電話があったそうそうそうでどこで電話僕が電話した時どこにいたんだっけね電話くれた時どこにいたんだっけなかなか捕まんないのに偶然捕まったんだよねそう、うん、なんかね、うん、なんかあったんだよふっと見たらあ向かいやってね大体1年に1回ぐらい電話するからさなんか頼み事なんかでも割と困ってる時に電話が来るいや俺困ったじゃん俺はさもうこのサウンドはもう倉田くんじゃなきゃ絶対良くないと思ってたからありがとうございますだからこの何回かね一緒に今までやってたから、うん多分こうなるって予想通りなんていうか予想以上なんて失礼ですけどいやいや素晴らしい出来で、あでもやっぱりね曲の力もあるし、ねはい、もう皆さんの力ですよやっぱりね演奏の皆さん皆さんねスタッフは今回でもねあのほらあの演奏者の名前がね、うん、こう全員完全に出てるじゃない、ええ、すごくいいことだと思うねいやそうするべきですよ、うん、だからこの楽曲は今のところ全部そういった実演家情報を見れた形で配信しようと思って、うん、とってもいいことだと思うよね、ええ、そっちの方も頑張りますなかなかこうストリングセクションってねこう匿名になっちゃうことが多くて、うん、あのリーダーの人の名前だけでね、うん、なんとかグループみたいなこう一括りされちゃうことで、うん、今回一人一人全員のね名前が出てて、もうすでにホームページ出てるんですよ。ああ、もう見た、それは大事だなと思って、うん、一人一人のその、まあ、それは素晴らしいです。ただどれがどなたかわからないですけど、それはね、うん、また後日それは、まあ、映像からまた教えてもらって、矢印でこの名前こう、そう、あそれやんなきゃいけんな、すごいねなんかね、頭にみんなこう、いやだから今回の目的ってのはやっぱりこう演奏した人が全員もちろんその紹介するのは当たり前で、うん、だからやっぱ音楽を作ってるプロセスを全部こうお見せするってことで、うん、そうそうその面白さとね、まあ、ある意味こう、うん、倉田君のような凄さをですね見ていただいて、みんな倉田君になりたいと思えばそうはならないか、
まず G 交響楽団から始まるんだよな。 G 交響楽団ね。でも、まあまあね、うん、まあいいや、何言いたかったかよく分かんなくなったので、もうちょっと今やめます。あ、そうですか、はい、どうもありがとうございました。どうも、どうも、ありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。いや、本当に、ね、うん、あ、それとご覧の皆さんも、そう、ご覧の皆さんも、じゃあ買いますね、はい、ね、この方はくらいじゃないか、ね、この方は会場が終わってしまったんですよ。何です、何です、会合じゃないよ、別に。すごい、同じケースと思えないよね、もっと。SNS、 えっていう、あ、でもちょっと違う、なんか前より汚い。え、じゃあ見て、前に持ってだけ別でつけたな。これは、これはなんか、そうそう、なんか傷がついちゃって剥がれちゃったからつけたの。そしたら一個だとちょっと変で、いっぱいつけた。はい、今は。皆様どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ここの、あの、ランドマーク。はい、ありがとうございます。明日の1時にできる、ちゃんと、2時にできる。つみさんへのコメントかと、そう、それに行ったと思ったんですか。一応、すっごい良かった。昨日からなので、それ終わったらもちろん行きましょう。単語が分からない、そう、それがあるんだ。なんか失礼かもしれないけど、あ、ちょっとごめんなさい、今ちょっと見てると思うよね、今中継ストリングス終わったばかり。あ、じゃあちょっとご挨拶するんで、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、どうも皆さんありがとうございました。あちらの方で、あ、すいません、あちらの、すみません、ありがとうございました。今日はありがとうございました。どうぞ。あちら、皆さん、じゃあ、また会う日も、あれ、送ってあれね、はい、はい、どうも皆さん、どうもさん、ありがとうございました。どうも皆さん、はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。助かりました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。とても綺麗なラインが出て、ありがとうございました。お疲れ様でした。綺麗な曲になったな、これ。記念撮影できなかった。記念撮影まだみんないるかな。だからほら、だからハープの人変えちゃったもんね。あ、そっか。記念撮影しようと思ったんだけどダメだった。いや、いろいろ皆さんお忙しいんで。記念撮影ができませんでした。はい、記念撮影がなくなっちゃった。もうだってはね、すごいどんどん人増えちゃって、さあ、今日はじゃあ、ちょっと考えて、どうしようね、これから。なんかパッドだけ出すとか。いや、いらないと思うな、これ。これパッドいらなくなったよね、これちゃん。そうですね。そうすると俺普通のシンセ系の楽器全く使わなくなるんだ、これ。違いですかね、記念撮影忘れちゃった、記念撮影ダメだった。もうどっちにしろ書いちゃった。でもまだいらっしゃる。だからハープの人書いちゃったの。そっか、先ほど記念撮影なし、すいません、どうしようかな、どうしようか。ちょっと聞いてみようかな。イントロから A 入ったところ抜いて何も入ってないんだよ。
うん、だからそこを前パッと出そうとしたじゃない。あ、この曲、今の曲です、うん、あれ違ったっけ。今の曲はないんです。ないんだよ。これはいいんです。まあ、あの曲と間違ってんだよ、ええ、最初の曲は。あの曲はもういいんだよ、あれ入ったから。はい、うん、はい、この曲はいいです。ファイナリトはこれで終わりなはずです。そうしましたらですね、どうしようかな。やっぱナメピじゃない方がいいな。そうですね、今日ね、これバンス系ですかね。そう、バンス合わねえもん、なんか違う。じゃあこの曲は OK だ、終わり、ね。歌かけ、うん、ちょっと直しを。ああ、そっか。そうだ、昨日最後俺らヘロヘロになったから頭が、ね、うん、ちょっとあの修正をさせてもらって、うん、それでこの心優しきタイムラインの人たちが相当書いていただいたんですけど、休憩されたらどうですかってずっと食事も取ってないですしと、うん、食事出前今日出前だ、各自。いやいや、うちで撮りますけど、ちょっと電話。うん、そんなさなかに、うん、歌をやらせてもらいます。きっと、何が気持ちよく、うん、何食事できるんじゃないか。頭ヘロヘロ。おすすめって言うとまたまずいんですけど、特にどこでも。はい。それがそのインターネットで応援されて、なんだあのスタジオであそこしかおすすめしてないんだってこそっと聞いとこうじゃん。俺なんかここまでケアしなきゃいけないんだこれ。どこってどこに行ったの。焼肉焼肉行きますか。いやいや、まあ美味しいのは、うん、焼肉行きますか。じゃああとは、うん、どこだっけ。ちょっと、うん、うちのスタンダードはここなんですよ、うん、俺らは何でもあるっていう。基本そばです。そばいいの。そば定食、そば屋さんでいろいろある。そば屋なのに何でもあるっていう感じです。すごいね。ここ行きましょうか。はい。映像のスタッフさん、うん、映像のスタッフさん、うん、頼もう、うん、ちょっと聞いてこよう。どうでした？もうみんな感動の涙。本当。やばい。ちょっと出前。おかゆさん、黒酢。ちょっと待って、どうでした？やばいでしょ、これ。いやー、最高。ねえ。感動しました。感動したね。いや、スタッフに感動してもらうのが一番嬉しいですけど。出前をどうする？僕はおすすめだっていう話なんで。すごいですね、これ何でもあるんですよ。なんか食べません、俺お腹空いちゃったんでも。じゃあ誰かに出前のメニューを取ってくれる係、ボランティア。じゃあ、はい、じゃあ取って、君にも全員の取って、はい、君が出前。やっぱ生いいよな。でもすごい人数になっちゃって、ちょっとジュンズさんと俺一緒にちょっとこれジュンズさんショットで行こう。誰か写真撮ってみんな。なんかジュンズさんたちが感動していただいたということで、このどうですかこの生録音。いやー、なんかもういろんな意味でまだ整理できてないですけど、うん、昨日の段階でもう こんなにこう気持ちよくやらせていただけたの。だってジュンさんってもうユーストリームのもう配信じゃもう右に出る人もいないじゃないですか今こう、ね、状況が。大きなあの孫さんのとかいろいろやってるんでしょみんな。いや、でも終わった後の疲れ方が全然違いますよね。あんまりそうで言っていいのかな。やばい余計なこと言っちゃったかもしれない。いや本当すっごい気持ちよかった。いや、やっぱり僕らがこうなんていうんですかやってて、もう中西君なんか聞きながら涙流してましたからね。僕もぐるぐるってきちゃいましたから。でやっぱり今日の僕の同級生の倉田君が長い付き合いなんで、そのああいうもともと出したデモテープをきっとこうしてくれるだろうなって言ったら、それ以上のね驚いたアレンジしてくれたんで、それでああやって何回かやっていくうちにそのストリングスの人たちがこう温まってるじゃないですか。だから人間の気持ちが温まって音がだんだん仕上がってくるっていうの、それがね今日中継できたのがね良かったと思うんですよ。我々シンセーとピョって弾いて終わりなんですけどね。だから僕シンセサイザー弾きなのに全然シンセ、ありがとうございました。
またお願いします。記念撮影撮るの忘れちゃいました、ごめんなさい。いろいろありがとうございました。ありがとうございました、すいません。まあそういうね、こうなんかこう僕もプロアーカイブ見たいですよ、ね、いろいろこう書いてあったんですけど、そんなかかれちゃって、そうするとこの後の使い方違うね。いや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 、そんなことない、サブさんの良かったですよ。良かったでしょ、良かった、感動的でした。感動でしたね、ほら感動的でした。僕らにもありがとうございました、どうも、すいません、どうも、ありがとうございました。そうですね、本当に中西さんにも感動してるし、ね、今回の中継ね、いろいろごめんなさい、僕もあのタイムラインから、ね、音声が映像だったりして、まあ、いろいろね、こういう曲で、私はこう映像ですけど、でもやっぱこのタイムライン大事ですね、皆さんとそのエネルギーが。ミュージシャンの方にインタビューされてたら、そのみんななんか供給に入ったんじゃなくて、もう曲が作られる段階からずっとネットで見てたん で一緒にこうずっとやってきて、なんかこう今たまたまここで映像で見てるなんかバラードの方が本当に2000年ぐらいで共有してくれるのができてるみたいな。そうなんですよね、だからね、あの僕も結構喋ったんですけど、レコーディングスタジオのライブ、ライブの中で見えないだろう、これ何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 だろう、あの本当に正直なこうお客さんとのこうコミュニケーションを取りながらこう音楽を作って、そうですね、でも僕はそれを、あの知ってるはずだし、実際に知ってるんですけど、その正直なそれを取りましたから、ちゃんと書いて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 、っていうか、そのミュージシャンの方で、こういうの気にかけてられる方は、ああ、そっか、仲間増やそうか。昨日ね、お疲れ様でした、どうもまたよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。すぐさはどんどん変えられて、あれを入れたっていうことで、そのほんわかしたものが音を締めるんですよね。普通と柔らかい音で音を締めるっていうのが、柔らかい音ってなんかふわーってすると思うんですけど、実は柔らかい音を入れて締まるんですよ。で、それがこう返されてて、パンチのある音を入れて締めるっていう、逆にブラスなんかはほんわかしちゃう、ストリングスは締めると、なんかそういうのが僕 の基本的なアレンジのポリシーなので、それをちょっと分かっていただければ。いや、なんか変な話ですけど、あの僕音楽の知識で申し訳ないんですけど、ビートルズのレッド・イット・ビー・ラブ、そのまま前に向けるような感じで、なんかこう強くドラムの音が始まって、最後にほらフィル・コリンズなんかストリング入れていくじゃないですか。で、あのロング&ワイディングロードとか、あの辺がこう最後にグワッと重なってくるじゃないですか。ああいうなんですかね、こう ロックもともなんか、うん、フュージョンともなんかクラシックとも全部こういうとの作ってる光景をこう、このミディの時代に、そう間近に見えたっていう、ミディの時代ね、俺ミディの使い手と言われてるんですよ。ちょっとジュジさん、またちょっといろいろお話しします。もしかしたら今のあれ、中西歌い出してるみたいな、ひどいな俺これ。はい、どうも、娘ちゃんお帰り。
どうもありがとうございました。じゃあまたコンサートのリハーサルも含めて連絡します、はい、ありがとうございます。ちゃんと宣伝しないと僕らのメロディーそうですね、7月6日7月6日です。私はちょっとお願いします。ちょっとやったんですけど、はい、ルームガヤライブツアー、はい、東京は、あ、これこれね、見せて、うんうん、東京、名古屋、大阪は、はい、むずみちゃんいないけど、はい、福岡でむずみちゃんいないけど、はい、7月6日高橋さんは東名、はい、6日ですね、今日いろんな曲やるんで、はい、お願いしますって、覚えてるね、この間やった曲は、ちょっと難しいですけど、むずみちゃんに入ってもらいますんで、はい、どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。じゃあまたよろしくです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。金ちゃんとすっごいだからね。いや俺全然聞いてなかったんだけど、そのトワイライトそこは残して、うん、そのララレイルサーマーカラーだけやらせてください、うん、後ろの方やります。今かぶせの方やってんの、はい、締めろ、締めろ。じゃあその間にちょっと出前探してこよう。はい、お願いします。この人の頭ボロボロだったんで、君が待ちで思いを感じる私私ララレイルサーマーカラー夢で、かー、あ、お願いします。なんか思うようにいかないね。よーし、自分で感動しちゃった今日。ララレイルサーマーカラー、ララレイルサーマーカラー、はい、お願いします。やっぱり相当疲れて見える顔、うん、困ったな。なんかタイムライン上でも休んでください休んでくださいって書いて、目がちっちゃくなってた。出前ってみんな撮ってるのか、なんか出前を誰かかき集めてほしいんですけど、誰かやってくれてるんだよね。もう一回行きます。あ、そう、はい、はい、そうか、ごめん俺ちょっと遅れた。あ、大丈夫です大丈夫です。これってかぶる、かぶるところもあるんだっけこれ。かぶると言いますダビング、ハムするところもあるよね。いや、あ、そうですね、うん、あ、すみません業務連絡なんですけど、出前何にします。ザルそばというふうにしておいてください。ザルそば ありますか。いや、もちろんそば屋さんとかあると思いますけど、はい、じゃあ そんなライトなもんでいいの。大丈夫です大丈夫です。カツ丼と盛りそばとかそういうんじゃなくてセットじゃなくて大丈夫です。ザルそばで、はい、ちょっと 声の質がやっぱりなんかこう昨日とちょっと違わない。ねえ、どうしよう、違っちゃうね、うん、多分昨日、うん、あのさ、はい、やっぱりリズムと一緒に撮ったうん、テイクの方がノリはあるんですよね。そういうことですね、うん、これ今きっときっちり、タイミング入ってるんだろうけど、はい、俺はなんか昨日の方が好きだけどなーなんて今適当に言ってるんですけど。そうですね、うん、気になるところだけちょっとやってみて、つなぎ聞いてみて大丈夫だったらいいんですけど。そうですね、うん、ちょっとムードがね、その声がちょっと、うんでね、おそらくね、今圭三君ストリングス聞き出しちゃったでしょ、はい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 、だからね少しメロになってるんだよ。なるほど。でこれを良しとするんだったら、うんうん、それはそれで逆に全部やったらいいかもしれない、うんうんうん、どうするそれ。まあのちょっと声的にちょっと難しいかもしれないね、うん、
上がちょっと出にくい感じのムードになっちゃってるので、うん、だいたい今日は僕ら喋りも出にくい状態だもんね、今ね。まあまあまあそうですよね、うん、ちょっとこう直したい気持ち、ま、満載なれどもっていう感じ。いやいや、じゃあ分かった、もう任せる。そしたらはい、じゃあもうやっ仕切っちゃって、はい、俺出前決めてくから。了解です了解です、よろしくすげえ無責任いえいえ大丈夫ですよ、出前出前、こちらが責任持ってなのでちょっとやっぱ元のやつをちょっと聞かせてくれます。その元のチャンネルって3チャンネルぐらいあるんでしたっけ。あ、そうですね。それでちょっとチョイスさしてみてください。はい、そちらでいいですか。え、こっちでいいです。あ、はい、どうぞ。サビ中っていうのを今 OK になってるのは3チャンネル目。え、何を頼んだ。あ、そうですね、そういうことですよね。で、最後だけパンチンしたんですね。そうですね、はい、じゃあそのちょっと3チャンネル目をもう一回聞かせてください。1番だけ、これじゃ、はい、じゃあ、OK、現状 OK になってるやつで聞きますね、はい、現状 OK になってるやつ聞かせてください。パンチンとか多少してるので。はい、了解、はい、いや、そしたら一応チームだったり、いや、それはいいんだけど、いつか見た同じ色 same time、 あの日に You let you 切ない記憶、今も今どこやってるの？で、今プレイバック？はい。じゃあ一番はこの形でいいかもね。で、ごめん、業務連絡。はい。すでにオーダーしちゃったみたいで。はい。3択になっちゃいました。はい、どうぞ。生姜焼きとハンバーグと、はい、なんかお魚の3つの弁当の中から1個らしいです。はい。よろしいですか？はい、大丈夫です。ちょっとザルそばはちょっと却下されました。了解です。大丈夫です。政治的な判断です。はい、よろしくお願いします。政治的な判断。はい、どうぞ。問題ないです。じゃあ、2番の、に入ってからのその A メロのところを、全チャンネル聞きたいんですけど、はい、今3チャンネル聞きましたね。そうですね。じゃあ2聞かせてください。手前の最初さんなんですけど、はい、さっきの編集、あ、ちょっと待って、A ダッシュ、よし、White light, wonder song. 夢を見た同じ夢 past time. いつの季節、儚い記憶、今は腕の時に鮮やかに。はい、一聞かせてください。はい、いい感じだね。はい。My life one day so. 二人見た同じ夢 past time. いつの季節、儚い記憶。
ちょっと一回聞かせてくださいね。1行目は3、移ろう季節1、はかないまでが3、記憶だけ2、あとは3でいいんで、ちょっとそれで聞かせてみてください。出前の話でタイムラインが全部ちょっと1、2分持ちます。頑張れ。べっちゃん作んない。あとでいろいろやっぱトラックが違うかな、今度はトラックですから。なんかエディット業務連絡、会社の人に。エディットにするとかなんとかいろいろ電話かけて、数字じゃ分かんない。いやだから業務連絡、音楽館のスタッフの皆さん、ゴージャスになりすぎちゃって、トラックダウンが相当時間かかりそうなので、仕事関係はメール、もしくはメールだね、メールですか、メールください。これ見てると思うんですけど、会社で電話は、電話ちょっとダメかも。メールで、メールでもらったの。メール、じゃあメール見といた方がいい。でも、ティール中はトロフィーに行くわけじゃないですか。これバランスとの単位だと、この辺にいない方がいいんじゃないですかね。耳がそうなっちゃう。あ、なんかうわー、いっぱい来た。4700の未読って何ですか。4700の未読。あっ、Twilight Wonder Song 歌で見た同じ夢 Past Time